ゴーストチャンネル、赤月の闇のみかんくんです。浜山です。私カメラと声を担当しております、あごひげメガネ D です。ゴーストチャンネル誰もカメラ前に出てないという仕方ないということで、ちょっとカメラ前に出ていきたいと思います。ここだからもともと風装地だったというセットがあるみたいですね。遺体をここで、まあ、野ざらしの状態で、はい、まあ、埋葬してたと言われて、その名残で外場随道という名前がついてるんじゃないかっていう。女の人じゃないですか、うん、これ一緒やん、僕でした。セクシーな声じゃないですか。そうなんですよ。物理的な音声じゃなくて一瞬なんか頭の中で聞こえたという。はい、ということでね、私はごひげがねに、略してひげ D がこのような形で顔をここまで出すのはおそらくゴーストチャンネル初めてかとは思いますが、こうやっていい機会をいただいたんで、このように全体を出して一人で心霊検証してみたいと思います。いつもねみんなにやってもらってるんで、ちょっと今日ぐらいはヒゲ D の一人検証をお見せしたいと思います。というわけで、今こちらちょうどここにくぼみがあると思うんですけども、これがですね、先ほどみかんくんと浜山さんが何かここに人が立ってるんじゃないかみたいなことを感じたくぼみの場所に来ております。私ね、今ここをこう手をかざしたじゃないですか。ビリビリってきましたね、マジで。手がつるじゃないですけど、こうビリビリってきましたね、今。やっぱなんかがあるんでしょうね、そこに。というわけでですね、ゴーストチャンネルの心霊グッズであるところのジバタンチキン持ってきておりますんで、それで調査してみたいと思います。霊が行けるところにはジバの乱れが生じていると言われてますんで、それを調査する装置となっております。こちらです。通称ゴーストメーター、こちらでジバの乱れを調査いたします。トリフィールドと思いますが、その方向を向けるとジバが乱れている場合、音と光によってそれを教えてくれる装置です。ではスイッチオン。ちょっといろんな方向にかざしてみたいと思います。ちょうどね、この辺、この辺どうでしょうか。磁場の乱れでは磁気的なものじゃないのかもしれないですね。なのでここにはそういうものが走ってないということでしょうか。じゃあ一旦切りたいと思います。ゴーという音が聞こえてますか。おそらくこれ飛行機の音でしょうか。続きまして、ではおなじみバケタンですね。こちら、まあ、ある種のタロット占いみたいな装置なんですけども、このボタンを押すことで今この場所が霊的なものがいてるかどうかを占ってくれるという装置になってます。押してみたいと思います。はい、見えますでしょうか。あ、これは緑色ですね。緑色は霊は何もいない、フラットな状態ということなので。でもこれを外しまして、いつもねゴーストメンバーにやってもらってる使い方難しいと言われているスピリットボックスをやってみたいと思います。はい、スピリットボックスというのは EVP という心霊研究をもとに作られております。ネットでEVP で調べていただくと、ウィキペディアの情報などで分かりやすく説明されていると思いますので、そちらをご覧ください。ホワイトノイズを流して、それをこのような形で録音することによって、霊との交信ができると、まあ、そういう一応仕組みになっているみたいで、我々ゴーストチャンネルではそちらを採用しております。それではいきます。録音開始。この旧言葉随道を、かつて封筒で亡くなられた方、そして今この道を通って霊界に行かれようとしているから、もしよろしければ何か合図をください。このノイズの中に合図をお聞かせください。お願いします。停止。
はい、停止しました。スイッチを消します。はい、私の聴覚上耳で聞こえた感じでは多少ブツブツと途切れてはおりましたが、何か声のようなものは全く聴感上聞こえておりません。なのでこちらで再生した時に何か声のようなものが入ってたら、それすなわち幽霊の声ということになります。では再生いたします。はい、なんか今聞こえましたね。後半明らかに僕が喋ってない時に声聞こえてたと思うんですよ。今度ちょっと僕説明しながらちょっと再生してみたいと思います。ここには僕喋ってますね。ただちょっと近づけすぎたんで何言ってるかちょっと聞き取りづらいですが、この後です。この後です。最後僕は停止って言ってるんですよ。その前まで誰か喋ってましたよ。見てたと思うんですけど、こうやってましたよ。なんで動かしてないんでノイズが入るはずないんですよ。一体誰の声なんでしょう。もう一回ぐらいちょっとやり取りをしてみたいと思います。録音開始。先ほど私たちに話しかけてくれている女性の方おられますでしょうか。何かもう一度私に声をかけてください。そのノイズに何か変化を起こして合図をください。お願いします。はい、停止しました。では再生してみたいと思います。何か聞こえるような気がするんですけど、プリントボックスを置きました。もう一回再生したいと思います。ここ何か言ってるような気がするっていうだけですね。やはり、まあ、これスピリットボックスでよくある現象ではあるんですけども、ノイズの向こう側に何か人の声のようなものが聞こえるという、ただし何を言ってるかわからないっていう、ね、ただ僕の聴感上は女の人の声に聞こえました。ということで、もしかしたらその女の人だったのかもしれませんが、一体彼女は何を言わんとしてたのでしょうか。ご覧の皆様には聞こえてたのかもしれません。ということでね、もし聞こえたよという方がおられれば、コメントなどでお教えいただけたらと思います。はい、グッズはある程度使いましたので、
あとはですね、私の人間的感覚、それが一番ね信用できるんじゃないかと私は考えてるんですけれども、人間的感覚器官を使ってここに何があるのかっていうのをちょっと調査してみたいと思います。ちょっと集中してみたいと思います。呼吸を整えて、ある種の瞑想状態に入りたいと思います。誰かここにおられますでしょうか。何か合図を示してください。五感を研ぎ澄ませてみたんですけど、なんか気配はしなかったですね。強いて言うなら、このやはり木をなんかちょっと触ってみますね。濡れてますね。濡れてます。べったりべっちょべちょです。思ってた以上にべちょべちょした。なんかここが何か入り口じゃないですけど、出入り口みたいなのがあるのかなっていう。ただのべっちょべした壁、ぬるっとした壁でした。すごい土の匂いがします。カブトムシの匂いです。私の能力で皆様にお伝えできるのはこれが限界なんじゃないかと思います。というわけで、ゴーストチャンネルあごひげメガネ D の一人検証はこの辺で終わらせていただけたらと思います。これにて失礼いたします。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。いや外はずいよ。考察、はい、が一気にそのつながって、みんな声が聞こえ始めたあたりから、もう結構あかんなっていう、お二人の検証でもなんかいろいろ感じたことがあったみたいなんで、ぜひね、暁の闇さんのチャンネルの方もぜひご覧いただいてね、はい、よろしくお願いします。お願いします。でも共通して我々が感じたのはやはり、はい、ここは紛争地だったんじゃないかということで。そうです、はい、で今ちょうど我々がいてる方があの世側というか、なんでまさにこう切り分かってるんで、こうまさにこっち側があの世に見えるというかね、ほんまにここから先が、でこう、ね、死者の方がこっち方向に向かって進んでるんじゃないかっていう、でしかもこっち側をね、あくまでも推測にすぎませんが、そのように我々はちょっと感じたわけですね、はい、そうですね、はい。今回私もちょっと不思議な体験というか、はいはいはい、なんかやっぱ声が聞こえて、で僕は気のせいかと思ったんです、違うだろうと思って聞いてみたら、まさにちょっと鼻にかかったような、セクシーな声というか、ニューイな声お二人も聞こえてたよということなんで、こういう声が聞こえたなんて誰も言うてないですからね。そうですね、心霊現象ってそういうことなのかもしれないですね、結局ね、物理じゃなくてなんかこう、なんとなく分かったような気がします、今日ようこそこちらの世界へようこそ。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当にいい体験ができました、はい、ありがとうございました。楽しかったです。というわけでまたぜひ、いろんなとこ行きましょう。そうです、はい、ね、せっかくですからね、これをいい機会に、また和歌山心霊スポット巡りですとかね、そうですね、やりたいなと思います。で、まあ、行ったり来たりで、大阪また行って来てもらって、我々とコラボしてまた、あ、もうぜひ一人ずつなんかいろんな交流ができたらいいですよね。そうですね、はい、今日のところはこれにてお開きとさせていただきたいと思います。はい、はい、では皆さんでいつものポーズやっていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、いきますよ、はい、せーの、ゴーストチャンネル、ありがとうございました。またね。はい、というわけで、はい、再びお邪魔いたします、はい、終わったと見せかけてもう一度始まる、まずは、はい、はい、ゴーストチャンネルおよび暁の闇の皆さん、再びすいません、はい、はい、もう一つ疑惑があるのを忘れておりました。はい、はい、ですね、
ここの曰くでですね、はい、車をトンネル内で停止してエンジンを止めると、うん、まあ、そこからかからなくなってしまうという、まあありがちといえばありがちなんですけど、そういう曰くがありますんで、うん、果たしてそれが本当なのかどうか、うん、ちょっと検証したいと思います、はい、そしてなんか先からポツポツ屋根に何かが当たってるんですけど、そうですね、はい、まあ、水滴なのかで、この水滴の前ぐらいにちょっと入って、はい、まあ、このエンジン音でちょっとわからないと思うんですけど、はい、あのうめき声聞こえてたんです、外でちょっと窓開いてるんですよこれ、はい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 、はい、うーってさ、うん、それもやはり霊感的な聞こえ方なのかもしれませんね、うん、私たち聞こえてなかったんで、うん、でなんかこんな ポタポタ鳴ってました、そもそもなんか鳴ってなかったですよ、そんなに雫って、だって、うん、で今止んでますもんね、そう、手形みたいなのが残ってるかもしれないんで、あかんわ、ちょっと帰ってからちょっと確認しておいてください、それ、いやいや、はい、帰ったら寝る、はい、なんでまあじゃあちょっと最後にね、はい、じゃあその検証だけしていただいて、はいはい、かしこまりました、終わりたいと思います、はい、はい、よろしくお願いします。エンジンを切ってください、はい、お願いします、はい、はい、いややな、ちょっとクラクションを3回鳴らすというのもあるので、はいはいはい、それをちょっと一応検証してみましょうか、はい、はい、いきますよ、はい、え、てか、なんか通ったやん今、え、ほら、聞こえる、うん、何喋ってましたよ、え、やろう、うん、で、なんか通ったわけ、ジャリジャリって言ったやろ今、そう、あ、そういうこと、なんかここな、この辺で、あ、やっぱこっち側、まあ、行くで、はい、いや我々には何かうめき声じゃないけど、うんうんうん、本当に低い声ですよ、ね、低い声、うん、なんやろ今喋ってるし、ここで女の人の声聞こえたし、ほんまにこれ僕の車やで、今の確実に僕も聞こえました聞こえましたよね今ね、うん、うーみたいな、うん、そう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 、なんか結構近くで聞こえたんですよ、うん、なんかそう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 、前でしたね、いや前、そうね、前やったんですよね、そのなんていうかトンネルの残響をちょっと感じたんで、ええ、外だったらね全然残響音入ってないと思うんですけど、うん、はい、人の声に聞こえましたけどね、聞こえました、はい、もう一回鳴らしてみますじゃあ攻めますね B さん、一回にしときましょうか、ちょっとじゃあ一回だけ、はい、はい、ずっと喋ってません？今？え、今？いや、僕は分かんないっす、ほんまに？うん、こっち行こう、左自分のなんか取り憑かれてるゆるさんと喋られてんじゃん、あ、ね、男の人ですけど、あ、でもさっきなんかうーって言ったのも男の人でしたね、そうですね、低かったんで、ね、女性ではなかったですよね、早く行きなさいってことなんかな、何かしら現象が起きたような気がするんで、うん、どのように判断するかは私たちのちょっと能力ではちょっと計り知れないというか、うん、これ以上はちょっと分かりかねますんで、そうですね、あとはもう視聴者の皆さんにちょっと委ねたいと思います、はいはい、以上で外側隧道の心霊検証すべて終了となります、はい、ありがとうございました、あ、エンジンがあ、そうですね、これでエンジンかかるあ、そっかそっか、外側隧道の曰くであるエンジンがかからなくなるという、はい、そうですね、はい、そちらを検証しますね、お願いします、いきますよ、はい、
これかからなかったらシャレにならないとこでしたが、はい、よかった、よかったです、よかった、はい、じゃああとは無事帰宅するのが最終的な心霊スポットの検証となりますんで、そうですね、帰り着くまでが、そして帰った後が心霊検証、はい、そこまで続いてますんで、そうです、はい、何かあったら皆さんにご報告したいと思います、はいはい、では以上で今日のところはこれにてお開きとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。ゴーストチャンネルではこれからも淀みのあるところへたくさん行かせますんで、ゴーストチャンネルをよろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録、コメントもいただけると助かります。よろしくお願いします。